はい、アカシックサーチンです。ヤンガードリアスはなぜ起こったのかということでお送りいたします。ヤンガードリアスはなぜ起こったのか、サブスクの方でいただきましたリクエストでございますけれども、まあその前にそもそもヤンガードリアスって何なのということで、ですね、こういった説明がありますね。ヤンガードリアスは最終氷期が終わり、温暖化が始まった状態から、急激に寒冷化に戻った現象で、現在から12,900年前から11,500年前にかけて北半球の高緯度で起こったとされています。ということだそうですね。だいたい今から7万年前に、氷河期が始まって、14,500年ぐらい前までが、で終わったのかな。で、一番寒かったのが、ここから下がり始めて2万年前が一番寒かったはずですね。そこからどん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 上がってきて、まあこのぐらいからもう氷期は終わりという状況で、今からですね、6000年前が一番暖かかったという感じですね。ここで今よりも、7から8度気温が低かったということで、6000年前は今よりも地球の平均気温は2度高かったということだそうで、6000年前はですね、海水面が今よりも6から7メートルぐらい、高くて、この時代2万年前はざっと140メートルぐらい海水は低かったと。まあ、なので、瀬戸内海はありませんし、みたいな感じで、北海道と、サハリンですね、カラフト、ユーラシア大陸、ロシアは繋がっていたということです。津軽海峡は海峡のままですね。あそこは140メートル以上の深さがあるでしょうし、あそこは海のままだったと思いますが。まあ、そんな感じで、この、14,500年前にはもう終わっている氷河期が、まあ、どん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 、6000年前に向かって気温が上昇している途中の、12,900年前から11,500年前、突如として寒くなるということが起こった。これは何なのかということで、隕石衝突説というのがあって、だから6500万年前に直径10キロの隕石が地球に衝突して恐竜が絶滅したということが定説となっております。まあサーチでもそうだなという感じですが、この頃、12,900年前頃に何があったのかということで、同じく水星の衝突、あと隕石の衝突で見ると、まあ、反応ありました。水星か隕石かで見ると、あんまり氷の感じでは反応しないですね。岩石型の隕石。だから水星ではない隕石ということに。なります。まあ、小惑星ですね。大きさですけれども、1キロで見ると反応しなかったです。500メートルで見ると反応しましたね。まあ、1キロ、500から1キロの間、まあ、800メートルぐらいじゃないでしょうか。まあ、なんとか、その、恐竜が絶滅するようなことにはなってはいないですが、気候変動は千数百年間にわたり、気温を低下させるには十分なサイズだったのかなという感じがしております。で、今現在これがどこに落ちたのかというのをずっ
と探してるんですが、果たして落ちたのか空中で爆発したのかみたいな感じでずっとサーチをしてますが、なかなかちょっとまだそれ到達できておりませんので、到達できましたらまた、これはサブスクの方で、発表したいかなと思っております。ということで、ヤンガードリアス。正式にはヤンガードリアス期というそうです。突如起こった寒冷化、原因は、言われている隕石ということで、アカシックレコードのサーチでも、同じ結果となりました。まあ、そっちに向けて合わせてるというつもりはないんですけど、一応反応しましたので、ということで、はい、こんな感じでした。以上です。それではまた次の動画で。